私のお母さんが大吉さんの声いいねって言ってました。結構嫌で、小学校とか自然と声低くなっちゃうとかだし、音読とかも嫌だったよ。なんだったら人と声違うから、低いから、ありがとうございましたとかって言うじゃん、小学校。ごく稀にさ、低い子いるじゃん、俺。だからなんかあんまりなんか音読とか人のなんか自分の声嫌だなとか、ビデオに入ってる自分の声がすげえ嫌だったりとかねしたんですけど、この年になってくるとあのこの声で良かったなっていうのは思うね。結構でもさ絶望するよね、あの録音した声とか、あのムービーに入ってる自分の声とか、ちょっと恥ずかしいよな。なんかあのテレビに入ってから、テレビ局で働き出してから普通になったけど、あ自分の声こんなんなんだとかって、そのアーカイブみたいなのが残るんよ、テレビも。で何回も見るから、自分の読み方とか。だからなんか自分の声を、まあその自分の声を入れた動画も出してるし、 YouTube にそれを聞いて全然もう普通だなってなったっていうことは、多少なんかこっちの世界に来たんだなっていうのを実感します。骨の中で響いている声と実際出て入っている音がちょっと違うらしいので、だから撮った時に聞こえる音の方が正しいみたいな。だから扁桃腺とか腫れたりとか、喉になんかポリープとかできたりすると切除する必要があって、そうなってくると声帯をなんかいじれるらしいんだよね。もしかしたらそういうなんか病気系にならな、おおおえ嘘えあおお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 きたシャンペン。やったー、テスト前にノートだけ見せてくれる大学生の友達シャンペンだ。いやこのタイミングで来た、どうしよう、これ。いやちょっと俺すげえ注目だったんだな、シャンペン。ちょっとドンちゃんとリカをちょっとスルーしてるけど、いやこの時間のシャンペンか。いやでもな、アミーボカードでも来るよな。ここはミッチェル単品で絞るのか、サムネ詐欺と言われるか、ミッチェルワテはそうなるよな。でも絶対さ、いたじゃん大学で、名前知らんけど、なんか授業木曜の2限だけ一緒に受けてるわ、大して仲いいやつおらんし、まあシャンペンと受けてるよみたいな感じで、で、あの15回ある授業のうちの7、8回目ぐらいからいかんくなって、こいつ一人で受けてて、で、テスト範囲どこなんとかって、後半ぐらいにパッと授業出て、久しぶりみたいな、シャンペンの上の名前知らんけど、シャンペン、久しぶりとか、テスト範囲どこ、ノート見せてや、え、もうよくない、友達だよね。友達だよね。ちょっとノートちょっと見せてほしいなぁ。つって、あの、そう、代編もね、頼むし、出席カードも2枚書いといてやっていうのが、このシャンペンなんよ。そう、ノートコピーさせてもらうのがシャンペンです。もう、この格好、この格好。そう、で、結局、あの、秋学期になると忘れるんだよね、シャンペンのこと。あー、なんかそんなおったな。友達っていうか微妙だけど。すれ違ったら、お、おい、えいまでは言うけど、まあそれ以上関わらないという、スーってなっちゃうね、シャンペンなんだよな。そう、利用される側のシャンペン。まあちょっとミッチェルまで取っとくか、こんなこともあったねっていうので。そう、よっともね、よっとものシャンペン。ちょっともう、ちょっとシャンペンでちょっと一旦あの締めますので、ちょっとシャンペンちょっと取っとこう、いっぱい。シャンペン、ここで見て。ほら、もう大学のキャンパスが見える、大学のキャンパスが見える。こう、横をすれ違って、おい久しぶり、お疲れすあー、大学生、マジ大学生。それぞれね、別のコミュニティがあって、ただそのなんか、パン教のなんか抽選漏れしてさ、なんかあの、俺だけで受けなきゃダメみたいな時に、なんか、名前は知っとる、ツイッターフォローしとるやつだけど、まあそんな変わらんなことないなーみたいな、でもなんか、顔知ってるから、こいつと受けようみたいなんで、あいつ、あの今なんか食堂とかに向かってんのよ、一人で。で、こっちはなんか友達何人かでこう、いて、歩くじゃん。歩いて行って、あ、お疲れすー。そうなんですよねー。気迫な薄い人間関係なんですよ。でテスト直前ぐらいになると、このぐらいの距離詰めてノート見せてや、結構出席何杯やっけみたいな。あ、まあ 2? じゃあまあテストでまあワンチャンなんとかいけるやろみたいな。え、どんな感じ、見せてやありがとう、ちょっとコピーしたら返すわ、お疲れーすー
あ、そう、これができた。これができたから満足。またアミーボで会おうな、シャンペン。